セオドアワイツオーはソフトウェア開発者である。彼は Linux カーネル開発における古くからの貢献者であり、主にファイルシステム周辺の改善で有名である。彼自身、またリーナスが語るところによれば、彼は北米地域における初の Linux カーネル開発者である。彼は1990年に MIT で計算機科学の学位を得て卒業した。 卒業後、彼は MIT の情報システム部門に1999年まで勤務していた。この間多くの業績を残しているが、中んずく彼はケルベロスバージョン後の開発チームリーダーを務めた。MIT のイズを離れた後、彼はバリナックスシステムズに採用され2年間勤務した。2001年12月からは彼は IBM に雇用され、 リナックスカーネルのパフォーマンス、スケーラビリティ向上を目指した。2007年12月には彼はリナックスファンデーションに勤務していた。ツオはここで LF の最高プラットフォーム戦略担当者を務めた。2008年12月からは彼は LF の最高技術責任者に任命された。これはマルクスレックスがノベルに復帰したことによるものである。2010年1月からは ツオは Google に雇用された。彼はカーネル、ファイルシステム、ストレージに関して業務を行う旨述べている。彼はエ x スト2エ x スト3核、ファイルシステムの初期化などの管理用、ユーザースペースユーティリティ、e n i f s p r o ク s の初期開発者、管理者であり、Exto4 ファイルシステムのメンテナーである。ツオは2008年6月までユズニックスの会計も務めており、 また Linux カーネルデベロッパーズサミットの議長も務めていた。ツオーは2003年3月にデビアン開発者となっており、ほとんどが E-NIFS ロックスを含むファイルシステム関連ではあるが、いくつかのパッケージを管理している。彼は IETF のセキュリティ分野理事会メンバー、IPSEC ワーキンググループの議長の一人であった。また、 フリースタンダーズグループの創設委員の一人であり、現在は議長である。1994年、彼はデーブ・ランダムと関連するカーネルドライバを作成した。これらの成果は Linux においてユーザー空間プログラムに高品質の暗号論的乱数を提供する最初のカーネルインタフェースとなった。デーブ・ランダムは ハードウェア乱数生成器へのアクセスができない場合でも動作し、またユーザー空間プログラムがハードウェア乱数生成器の存在を仮定している場合でも利用できるようになっている。RNGD のような独自のデーモンはこのようなハードウェアから乱数を取得できると同時にデーブ・ランダム経由で乱数にアクセスできる。この後デーブ・ランダムとデーブ・ユランダムはリ i ックス。 BSD そして MacOS システムなど UNIX KOS において乱数生成の標準的インターフェースの地位を得ている。今日 PGP とその GNU プロジェクト版の GPG、GID、IPSEC、ファイルシステムレベル暗号化などの多くの有名なプログラムや機構はデーブ、ランダムを利用している。彼はフリーソフトウェア財団から2006年のアワードフォーザ。 アドバンスメント・オブ・フリー・ソフトウェアを授与された。英語版ウィキペディアにおける本記事のノートに記載された彼自身の発言によると、彼の父母は香港より渡米し、彼の父はスタンフォード大学にて精神薬理学の博士号を取得している。また彼の名前をあえて中国語を表記すると増取得となる。ありがとうございます。